はい、今ですねヨーロッパのマルタにいます。マルタのゴゾ島にね行くためのねフェリーに乗ってるところです。もうすぐ出発するんですけどね、本日2015年の、12月の7日です。今、デッキに出てるんですけど、まあ、結構風が強いです。でちょっと今このね、ゴゾ島行きのフェリーを、散策しようと思ってます。まあまあ大きいですね。で中には軽食がね販売してるところあるんで、そこで何かを食べたり飲んだりしたりもできます。でここがデッキなんですけどね、まあこんな感じです。結構多くの人々が、ゴゾ島に行く感じですね。なってます。でまあこれはちょっと今の感じします。こういうところで、ね、座ることもできるので、皆さん起きたら、ね、座ってみるといいと思います。ちょっとで出発です。ただね、まあ、こんだけ人がいるんでかなり人がいて、全ての人は座れてない状態です。まあ、せっかくなんで外に出て30分ぐらいみたいなんですけどね、こう楽しみるといいと思います。で今からちょっと中に行きます。ラウンジがいらっしゃいます。上が、まあ、今とは3デックなんですけどね。いやー、ゴゾ島、まあ、結構今雨季なんですけどね、結構運がいいです。自分が滞在してるけど毎日晴れてますからね。で、まあこんな感じで食事をね頼めるところがあります。まあ、ここで何かそこのところにお菓子とかあとは飲み物を売られてるんで、そこで何かを買ってここで食べるか、もしくは、雑誌なんかあるんでね、英語の雑誌なんか英語読める人はいいかもしれない、ね、まあこんな感じ。多いですね人がね、かなり。ただまあ3デッキで30分ぐらいなので、ね、そこで景色を楽しむか、まあ、この中で食事とか、ね、お茶をするか、まあ、いろいろ楽しみ方はあると思いますので、それぞれ見てみます。こっち側でもあるんですけど、こっちはこれも同じような感じか。まあ、こんな感じです。